レインボーシックスは世界の特殊部隊の中から選び抜かれた超一流のエリート部隊、接近戦のエキスパートで人質救出のプロフェッショナル。今回はロシアの特殊部隊、そのメンバーを紹介しよう。行くぞ。タチャンカは改造式 RP46 マシンガンを装備、味方全員が使用できる固定式 LMG だ。時代を超えて使われ続けてきた武器だ。グラズは HDS フリップサイトを装備し、長距離から味方をサポートする。その狙撃は正確そのもの。こっちは絶好調だ。わずかな動きも見逃さず敵を仕留める。カプカンは侵入阻止デバイスを装備、窓やドアにブービートラップを仕掛け敵の能力を奪う。爆薬セット完了。彼にかかれば敵の捕獲も大手のものだ。巻き添えの心配がなければヒューズの出番だ。動くなよ。彼が持つクラスターチャージは壁や床を貫通できる。その穴からグレネードを放ち、壁の向こうにいる敵を一掃する。国を守るために事故の犠牲を厭わない。それこそがスペツナズ最大の栄誉であり、最強と謳われるゆえんである。